皆さん、ポコナチは。そしてポコクラの世界でも。明けましておめでとうございまーす。明けおめえことよろなんだぜ。いやー、2018年も変わらずよろしくお願いします。せっかく新年一発目なんだし、何か特別なことをやりたいわね。お、それはいいな。問題は何をやるかだけど。それなら、犬年にちなんでこんなのはどうかな。犬の方角、西北西に進んで、何か特別なものを見つけてくるとか。おお、面白そうじゃないか。ってことは久しぶりの冒険ね。僕が見てる方角、あっちが北だよ。ってことは、そこから左を向けば。こっちが西。となると西北西は。うん、こっちの方角ってことになるね。完全に海ばっかりの方角だけど。問題ない、早速出発するよ。でもさ、どの方角に進んでも地図埋めで近場はだいぶ埋めちゃってるわよ。まあ、地図埋めした場所よりもっと奥まで行けばいいだけさ。ということは、かなりの長旅になりそうだな。まだ見つけてないムーシュルームのバイオームとか見つかると嬉しいんだけど。そしたら2018年幸先のいいスタートが切れるな。さあ砂漠が見えてきたか。ここもまだ地図埋めの範囲内よね。まだまだ遠いところまで飛んでいくよ。あ、ダークオークのバイオーム、この辺りから範囲外になるか。ワンチャン森の館とか見つかってくれると嬉しい。そう言って見つかったことは一回もないけどな。お、あれはもしかして村か？なんか色が濃いわね。ダークオークのバイオームだからじゃね。なるほど。結構珍しいんじゃない？ただ、かなり小さな村みたいだけど。んと。ちょっと待てよ、鍛冶屋だけ探してお宝チェックしなきゃ。っていうか、これは？ちょっと、前にもこういう感じの張りぼての家がなかったか？確かに。これは作りかけってことにしておこう。上から見た感じ鍛冶屋はなかった気がしたんだけど。どうかな？うん、これは完全にないね。どうする？もう出発して違う場所に行くか？そうね、司書さんもいなさそうだし。なんだ今の音は。え、音？なんか今下の方から聞き慣れない音がしたんだけど。なんか少しだけ聞こえた気もしたが。巻き戻してヘッドホンして聞けばわかると思う。あら、すぐ洞窟が見つかったわね。おい、もしかして探索するつもりか？新年いきなり洞窟探検って。いやだって変な音がしたから気になったんだもん。あ、でも松明とか持ってきてないかも。ダメじゃねえか。あ、でもほらこのシュルカーボックスに少しだけ。少しって50個しかないじゃないの。しかもそのシュルカーボックスの中身ってアパート建築に使ってた材料じゃ。あはは、バレたか。それはいいとして、結構モンスターがいるっぽいね。ちょっと、もし死んだらこれ取りに行くの難しいわよ。ふっふっふ。僕が死ぬわけないだろ。はい、ここで今年初のフラグが立ちました。これを全ロストかかわいそうに。勝手に決めんなし。って、なんかスケルトンがいっぱいいるんですが。ちょ、その斧強すぎね。なんたってアンデッド特攻5だからね。そしてゾンビくん、何をしてるのかね。手が壁にめり込んで動けなくなってたんじゃねえか。構わず倒すけど。ひどいな。結構この洞窟広そうだね。さっきの空洞音的なのは間違いなさそうね。終わったクリーパー。出会い頭の事故は怖いわね。避けられないのもあるからな。まあ、戦いは慣れてるから大丈夫。あ、ちょっとしくった。全然慣れてないじゃねえか。あはは。防具が強くて助かった。そしてこっちは行き止まりか。まだ他にも道があるからな。お、いい感じに繋がってるね。問題は松明がなくなった後だが。そうよ。なくなったらどうするつもり？わかんない。松明がなくなる前にダイヤでも見つかればいいが。
うわっとびっくりした。ほんといきなり攻撃されるのは心臓に悪いよな。ただでさえマリサはお化け嫌いなのに。でそれはほっとけよ。あ、もうだからそういうのだって。防具は強いけどアーマーをしてないからな。そうね、いつもエリトラを装備してるし。残り HP はちゃんと管理しないといけないね。お、ここは一気に降りられそうだね。ワンチャンダイヤのある高さまで行けるか。降りた先にモンスターがいないかだけ注意ね。エリトラをうまいこと使いつつ降りるか。めっちゃビシビシ食らいながら降りてるじゃねえか。いいんだよ別に。この先何かあるかも。かなり深くまで続いてるわね。行き止まりか。こっちの方にも進んでみよう。めっちゃガツガツ進むじゃねえか。怖がってゆっくり行ってたら逆にモンスターが湧いちゃうからね。やばい、松明がほとんどないぞ。